浦島ツ,ツジは、ツツジか浦島ツ,ツジ属の落葉小帝木、高山植物。茎は地上を横に張って、所々で分子する。枝の上部が射上し、葉を群生させ、高さは2から5センチメートルになる。葉は五星し、質は厚く、形は通卵型で、長さ2から5センチメートル、幅8から16ミリメートルになる。葉先は丸く、基部は傭兵に流れ、縁には、 先の丸い巨子がある。葉の表面は葉脈が凹み、逆に裏面で突出し、著しい網目模様になる。下記は6から7月。前年枝の先端に短い創状過剰を作り、2から5個の紅白色の花をつける。額は、小形で、先端は開いて5列する。果敢は、長さ5ミリメートルあり、壺型で、先端は浅く5列し、先は、反曲する。 果実は、計8から9ミリメートルの球状の液化で、最初緑色だったものが、熟すにつれて赤色から黒色に変色する。葉は秋に赤く紅葉する。葉の裏面の著しい網目模様の特徴から、浦島筒ジという。日本では、北海道及び、本州の中部地方以北に分布し、鉱山帯の砂基地に生育する。アジアでは、朝鮮半島北部、千島列島。 カラフト、カムチャツカに分布する。浦島ツツジ族は、ツツジカの族の一つ。北半球の艦隊、鉱山に三種ある。日本では、アークタスアルピーナの変種である、浦島ツツジと赤身の浦島ツツジが知られている。浦島ツツジ族は、時にクマコケモモ族と同一として扱われる場合がある。ありがとうございます。